ウィリアム・ランディス・マッキニーは、アメリカ合衆国テキサス州プレーの出身の、プロ野球選手。左投げ左打。MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。2013年の MLB ドラフト一巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグアスレチックスで、プロデビュー。A-9 バーモントレイクモンスターズでもプレーし、 二球団合計で55試合に出場して打率。326、3本塁打、26打点、8盗塁を記録した。2014年は A 級ストックトンポーツでプレーした。2014年7月6日に、ジェフ・サマージャ、ジェイソン・ハメルとのトレードで、ダン・ストレーリー、アディソン・ラッセルと共にシカゴ・カブスへ移籍した。移籍後は、の A 級デトナ・カブスに配属され、 遺跡前を含めた2球団合計で126試合に出場して打率。264、11本塁打、69打点、6盗塁を記録した。2015年は A 級マートルビーチペリカンズと AA 級テネシーズモーキーズでプレイし、2球団合計で106試合に出場して打率。307本塁打、64打点を記録した。2016年は、 AAQ テネシーでプレーした。2016年7月25日にアロルギス・チャップマンとのトレードでアダム・ウォーレン、グレーバー・トーレス、ラシャド・クロフォードと共にニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。移籍後は参加の AAQ トレントン・サンダーでプレーし、移籍前を含めた2球団合計で123試合に出場して打率。246、4本塁打、44打点。 4盗塁を記録した。2017年は AA 級トレントンとトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレイし、2球団合計で124試合に出場して打率。277、16本塁打、64打点、に盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。11月20日には、 ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2018年は開幕をトリプル A 級スクラントンウィルクスバリで迎えたが3月30日に故障者リスト入りしたアーロン・ヒックスに代わってメジャー初昇格を果たした。メジャーデビューとなった同日のトロントブルージェイズ戦では7番左翼手で先発出場すると2回表の初打席で アーロン・サンチェスから初安打を放った。だが、翌日の同カードでの守備中、フェンスにあるデジタルスコアボードに左肩を強打して痛めたため、4月1日に故障者リスト入りした。2018年7月26日に J.A. ハップとのトレードでブランドン・ドルーリーと共にブルージェイズへ移籍した。2020年9月11日に DF となった。 2020年9月14日に、ウェーバー工事を経て、ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。2021年5月22日に、ディエフェとなった。2021年5月25日に、ペドロ・キンタナとのトレードで、ニューヨーク・メッツへ移籍した。7月16日に、ディエフェとなった。2021年7月21日に、カルロス・リンコンとのトレードで、ロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。 ありがとうございます。